今回紹介するのはウルトラチェンジシリーズよりウルトラマンビクトリーです。去年このウルトラチェンジシリーズからはジャンボットとジャンナインが発売されましたが、ウルトラマン銀河 S に合わせてビクトリーと銀河ストリウムが発売されました。この動画ではビクトリーを紹介します。まずビクトリーの大きさや稼働はですね、同じボーイズトイの、仮面ライダーアームズチェンジシリーズとほとんど同じです。なのでこう状態を晒すこととかはちょっとできませんね。アクトよりも小さめのサイズになります。全身18箇所が動くのでビクトリーらしいキック技やビクトリウムシュートを決めることができます。そしてこのビクトリーの目玉はウルトランスの再現で、5種類のウルトランスを再現することができます。それではウルトランスさせていきます。まずビクトリーの右腕のパーツを外します。そしてビクトリーの右腕にはめ込み用のパーツがあるんですけれど、音が鳴るまで、はめますと、このような形で、装着します。装着しても意外と干渉することがないのがいいですね。続いてこちらがエレキングの力をウルトランスしたエレキングテイルです。真ん中に分割線があるんですけれど、特に回転したりとかはしないです。そしてこれがキングジョーの力をウルトランスしたキングジョーランチャーです。コブラのサイコガンみたいで5種類の形態の中では一番ちょっと好きですね。それからこのおもちゃから分かるように、今回のキングジョーは、普通のキングジョーブラックじゃない普通のキングジョーがペタニウムランチャーを装備しているみたいですね。これがグドンの力をウルトランスしたグドンウィップです。先端の方が軟質パースになっています。最後はサドラの力をウルトランスしたサドラシザースです。こちらは5つのウルトランスの中で唯一ですね、腕自体をですね回転させたり動かすことができます。ということでウルトラマンビクトリーの簡単な紹介でした。まあ、基本的に、身も蓋もない言い方をすればアームズチェンジシリーズのウルトラマン版なんですけれど、ガシガシ子供が遊んでも楽しめるおもちゃだと思います。ウルトラアクトでは、ウルトラマンビクトリーのウルトランスが出るかちょっとまだわからないので、そういった意味でもこのおもちゃは貴重かなと思います。ただこのビクトリーはいじってて3つ気になった点がありまして、まず1つ目がやっぱ背中があんまり塗装されていなかった。それからあとですね、ウルトランスするときに右腕のパーツを外すんですけれど、これなんか子供はちょっと泣きそうな気がします。それから最後3つ目なんですけれど、以前のウルトラチェンジシリーズはライブサインがついてたんですけれど、このビクトリーにはそのライブサインはついていませんでした。それがちょっと気になった点ですね。ちなみに公式じゃないんで、壊れてもちょっと僕は責任持たないんですけれど、アームズチェンジシリーズに無理やりウルトランスさせてみることもできました。